はい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 、メガサブの地球をきれいに180何回目になるんだこれ。はい、前回ね、とりあえずね、不法投棄されてたのも何片付けられる分だけ片付けて、とりあえず水に浮いてたのはフローターの方々に手伝ってもらって回収してここに集めといたんですけど、やっぱりこれほら散らかってるでしょ、これ多分カラスだね。とりあえず今日もこれ片付けに来ました。で、今ここに入ってくとき思ったんだけど、あれ下にあんじゃんゴミ、これわかるかな、これ多分ね、これフローターの方引っ張ってきて置いといてくれたみたいだな。ありがとうございます。はい、回収しまーす。はい、そんなわけでね、置きっぱなしにしとくとどんどん散らがるだけなんで、ちょっと早めに片付けに行きました。でね、まあこの日で全てとりあえず大物は片付けは終わったんですけど、結局のところまあまあ一人じゃ大変。でもね、前回といい今回といいね、通りすがりというかね、ここにねバスいるかなって釣り来たり見に来たりした方々、地元バサーの方々に手伝っていただいてね、片付けることができました。やっぱりね、自分の好きな場所だったりっていうのを綺麗なままに残しておきたいっていうかね、綺麗な状態にしておきたいっていう同じ思いの人はいるんだなと思ってます。でね、この日はね、もう空き缶がすごかったんですけど、要はね、分別しないと、さすがにあの岩吉さんもね、あのボランティア活動のゴミ拾いでも最低の分別はしないと持ってってくれませんので、ね、とりあえず1回ゴミ開けて分別してっていうのを繰り返してました。でね、燃えるゴミもまあひどいわって感じのやついっぱいあったんですけど、とりあえず全て片付けることができました。でね、冒頭にも言ったと思うんですけども、沖側に流れてたゴミをフローターの方が寄せててくれたんですよ。でね、メガサブさん的にお願いなんですけど、メガサブさんもね、もう40年前はフローターやってたんですけど、今はやってないんで、もしね、地元でこれを見てて、この池でフローターをやってる方がいたらば、あの自分でね、もし持って帰れるんだったらばお手伝いいただきたいんですけど、無理だなーっていうことは、こっち側ね、この道路側の岸際にゴミを寄せといてもらえれば、メガサブさん暇な時行った時に拾いますんでね、ご協力お願いします。でね、まあとりあえず時間結構この日はかかったんですけど、ごちゃごちゃとやってたらね、何気にね、昔メガサブさん会ったことがある方がね、来てくれてお手伝いいただいてね、ほんと助かりましたよね。汚れちゃうのにね、いや、どうもありがとうございましたね。お名前は一応言わないでおきますがね、手伝っていただいて、すべて片付けることができてね、気分も良くなりましたよ、メガサブさんのね。とりあえずはこれで一旦完了とさせていただきますね。皆さん、ゴミは、自分のゴミはね、持ち帰りましょうね。でも老眼で見えねえんすよ。見えない。はい、やっつけた。これですっきりやっつけました。ありがとうございます、お手伝いいただいてありがとうございました。綺麗にして、はいありがとうございます